はい、ピースケです。パワープラプリやっていきたいと思います。今日は、はい、ところ作りですね。はい、こんな感じでやっていきたいと思います。虹谷姉妹で、アーサー、エレキ、レンちゃんで、イヌキをお借りしてっていう感じですね。これが、まあ、俺の持ってる手持ちで一番ボーナスが高かったような感じなんですが、はい、バニーサイリちゃん初使用でございます。で、特攻じゃない、固有ですね。固有で、体力消費ダウンと、怪我率ダウンを持っている感じでございます。で、金縛りですね。はい、で、俺まだプラス2だったので、まあちょっと弱めではあるんですが、はい、いただきます。まあ朝は見事に爆死したので解放できてません。まあ、なんだかんだまで SR プラス3は生きてるので、そいつを育てていきたいなと思います。はい、で、まあ二股ならぬ 1.5 股なので、まあなんとかなるかな。で、が5吸収しっかり取ってやっていく感じですね。で、野球マンがいけるきた。で、まあ、最初は普通にサイリを追っていきたいんですけど、どうしようかな。これでいいか。KO。で、なんか選手育成のコツとしては、まあ、5球種しっかり揃えて、で、まあ、コントロール高めで、まあ、金縛りをつけると見逃してくれるので、金縛りと、まあ、あと精密機械とかコントロールつけやすい球種じゃない金徳取っておくとかなり良いっていうことですね。はい、で、まあ、それなりに強くないと、多分打たれてしまうっていうのが出てしまうんで、早いよ。なんで、能力値も意識しつつ、っていう感じですね。吸収は何がいいんだろうな。吸収何がいいかがね、あんまりわかんないんですけど。変えていいような気がするな。天空が2つあるので、評価源しっかり使っていきたいな。はい、あざす。エレキも解放したいんだよな。せめて45ぐらいには以上にはしたいんですよね。なかなか PSR のね、解放運がめっちゃ悪い。虹谷ぐらいしか解放できてないよ、まだ。あと、大声ガス1か。ほんと解放難しいっすよね、PSR って。全然 30% じゃないじゃんって思っちゃう。どっちがいいんだろう。サイリさん乗ったな。これはいいか、ここで。ナイス。とりあえずじゃあこれで OK か。一応出しとこうね。ポコタ欲しいんでね、シラスやりたいんですよ、ポコタで。あと円卓狙いの方が結構多いかと思うんですけど、スタミナ追加っていうのを見て、やっぱりシラスがやっぱ俺は一番最初に浮かんだんで、やりたいなっていう感じですね。ウサギのいろいろ降りて、なんかこのイベントが強いみたいな噂を聞いたぞ。一番上だと評価が上がっていいやつ、真ん中が、体力回復がすごい、で下が精神がすごい。どれがいいんだろう。上でいいかな。なんか状況に合わせて選べる
るのがいいっていう話ですね。サゲさん評価上げづらいんで、こういうので上げれるのがすごくいいと思います。あ、そっか、デート4回、せっかくだからやろうか。早くないお前。これね、メタルさんがパープル TV で言ってた恋と愛の違いっていう深いイベントです。でね、アーサーもさ、パワフル高校じゃなくて円卓の楽譜追加してほしいんだよな。俺だけそう思ってるのは。テンポとか取らなくて大丈夫だよ。難しい。あざす。でさらにモテモテついたらやば。評価上げがやばい。上がりすぎだろこれ。はい。あ、なんか転調した。あ、フラットした。なんだこれ。治った。多分ね、撮れてる音は、多分、大丈夫なんですよ。ただ俺の今聞いてた音が、明らかに今転調して、フラットして戻ってきた。音が消えて戻ってきた。4回やるか。あざす。おー、なんか出てる経験点が。その店長とか言われても知るかっていう話ですよね。すみません。店長って感じですよね、本当。僕も店長って思いますよ。メカニクス。メカニクスの楽譜って、あんま使ったことないけど。どうしよう、サンダーボルトで行ってみよっか。面白いし。エクスカリバーで抜くのも面白いっちゃ面白いですけど。急速上げれないから、みたいな。ちょっと言おう。4回デートできないぐらいね。なんかちょっとタックが来てる。1人これはデートできるでしょ。ダンジョン来たからな。どうしようかな。変えるべきかな。虹谷後で変えるか。ちょっと無理やりデートしてますが、デートをすることが結構サイリさんのね真骨頂だったりしますか。そういや、14も上がる。すげえ。15上がった。もうほぼマックス。天空お守りモテモテで、ここまで上がるっていうね。そんな上げなくていいだろうっていう話なんですけど。俺も一瞬ね、そんな上がるんだって今、自分で思ってるところなんですよ。ねえ。どうしよう。シングルなら、デートの方がいいよね。あ、ちょっと待って。これがね、あ、これ、これどうしたらいいの。
どうしたらいいんだろう。カットボールの方がいいの？まあできるだけ変化量少ない方がいいっぽいんですけど、サークル、スプリット、何がいいかな。ただのカーブ、ここ高速スライドにしようか。ミントも尻上がり、リリース。ってな感じかな。はい。あ、違う、危ねえ。これで4回デート完了。うわっ、やられた。しかも評価が上がる。マジか、伸びもらえなかった。ダンジョンに変えるのも忘れたからもういいやないか。青っていけるの？青って取れなそう。青青緑赤。どうしよう。ちょっと一応これにしとこう。まだお正月が待っている。コントロール来い、コントロール来ない。来い、うえ、なんでや。がいればどっち、こっち、はい、むずいな。スーパーがすげえ来る。こっちよりなぜかこっちの方が強い。SG 高校。楽譜謎なの多いけど、なんだかの3000点。おお、野球もありがとう。ですね、こっちかな。持って持ってもいらない。まこと、あと2ターンデートしちゃいましょう。いやいや、マジで空デートつら。走り上がり一人。ほい、バニーじゃん。ちょっと待って、何これ。何これ今の。入ってきた、起きて。俺は一体何を。言いかけか。何これ。
何このイベント、さらにコンボ、コンボどうしよう、評価がいってるので切り替えが、ちょっと待ってください、兄コンボ、兄コンボ、兄じゃねえ、あれ弟だ、あったあった。鬼精神もらうか、どれがいいんだ、一番上でいいか、あざす、伊野尾くんありがとう、いいっすね、どうしよう、野球の野球マン行こうか、ジオくん、そしてコツが来ない、なんでこっちも強いんだろう、犬木強くない、これは逃げる、スタミナも上げたいし、スタミナ上げなくてもいいんだけどね、速攻だから、無駄に今強さを求めてしまっている、どうだ、強い、いけない、しかし休みます、ムービングとか取っていいんだよね、ででで、で、縛りってもらえないんだよね、誰も、大丈夫、ハーモニカ、よっしゃ、野球マン、練習が微妙だな、ほい、どっちがいいの、これはこっちかな、コントロール上げたいんだけどな、か、虹谷待ちなんですけど、やめてくれ、え、やる気そんな下がんの、成功しろ、失敗した失敗したやん、シュート取らないとダメじゃんこれ、何それ、そんなことある、どうしよう、無理か、バンドルメーデー、怖いわ、そっか、イヌキが乾燥してないから精密機械がまだ来てないんだな、
その辺は撮りたいっすよね。虹谷。ポンコツは？ポンコツ。いや、もうポンコツだな、お前。ポンコツで。すいません。ドヤ。ドヤ感がすごかった気がする、今、自分で。なんか言ってやったみたいなね。ちょっと自覚してるんで、ちょっと多めに見ていただけると嬉しいでございます。金縛りもいいか。取って。取ってしまうよ。なんだって。これぞ七色の変化球。すべて1。アンドロメダ大西の劣化版だ、私は。私はアンドロメダ大西の劣化版でござる。いけ。大西アタック。大西アタック。大西と見せかけて小西じゃ。わしは、アンドロメダの劣化版じゃ。あざす。まだイベキャラで変化球 5個持ってるやつっていないですよね。なんかそういうやつに出たら超楽しそう。わしはアンドロメダ大西の劣化版じゃ。うわぁ。あんな変化球持っててもわしはスタミナキャラじゃ。ぐは、あ、めっちゃ打たれた。ごめんなさい。打たれた。すみません。すみません。許してください。許してください。え、これ評価下がんない。やばい。やばい。マジ？あぶねえ。やる気も回復したいから、うん、ちょうどいい。すげえ精神が入ってくる。おお。誰がいいんだっけ。矢部くん、印象十分あるよ。おお、ありがとう。虹谷そろそろくれよ。コンはコン。よし、回復。ありがとう。居抜きいいね。居抜きいいんだけどさ、肝心のあのロン毛の弟の方や。ロン毛の弟がね、全然働かないの。あいつ働けよって言ってほしいんだよね、お姉ちゃんに。働け。働かない。でもとりあえずあれはゲットできたかな。そう、それシュートか高速シュートか。高速シュートだ。コントロール上げたいんですけど早く。あ、いた。ここか。うーん、野球マンでいいかな。1だけど、だけど野球マンでいいかな。うん、野球マン攻めしよう。こっちで。マジコンコツくれ。なぜなぜくれない貴様。めんどくさい。精密機械取れないのかな。
そんな大した影響はないと思うんですけど、一応欲しいっすよね。ただサイリちゃんの場合はデートで確実にあのイベントを起こせるので、金縛りが確実に取れるっていうのが結構大事かもしれない。 OK。 ちゃんはね、まれに負けるけど一回も回ってこないみたいな感じで大体勝てる、良いですよね。どうしよう、急速上げた方がいいのかな、変化より。急速上げて打たれにくくした方がいいような気もする。で、脱三神経持ってるともっといいような気もする。電源も通ってるといい。ああ、いけない。撃つぞ。150キロいった。犬来なかったな、残念。まだ来るかもしれないけど。シード、レーミー。名教先制のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面。シードレミ打ちづらいな。弾道が一打。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。第9投げました。打った強い当たり。入れませんレフト。ゴリラフェイス。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で初球を打ちました。ヒットになります。並木ヒットを放ちました。これで2打数の1安打。ナイバッチ投げた初球を打った。3塁ランナーはホームへヒット。これ2アウトランナー1塁2塁となりまして、西垣投げた初球から打ってきた。ここは守備に阻まれました。3アウト。名教追加点のチャンスです。ワンアウトランナー2塁という場面で肩を打ちました。初球打ちアウト。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第1球投げた打ったファール。第2球投げた打ったあっと左中間どうだ。これがヒットになります。2塁ランナーホームイン。危ない。名教追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で初球を打ちました。取りました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第1球投げた初球を打った。レフト交代掴んで、これで3アウトになります。勝った。メイト。よっしゃ。おお、ありがとう。ありがとう。本当来ないかな。イネキは来なかったでしょ。ほい。うわー、まあ、ヒットコープ。いや、まあ気楽でいいわ。でも何あげようかな。スプリッチ、スプリッチ、高速シュート。出て出て。お待たせ。球児だ。名教先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁と。コントロールで上げたいですね。大声って両打ちだったんだ。知らなかった。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面。初球セカンド左へのライナー。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。おお、いつも初球打ち2塁
ほう。打った、これは強烈。いったー、入った入った、落とす。ナイス完封。メット。今度こそ。よし。先制ストライクいいかも。はい、行きましょう。お待たせいたしました。1球。さあ、先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で、打ちました。初球打ち、ヒット。並木、ヒットを放ちました。レッド、ラオウもチャンスが続いています。もう、まずはアウトロー。第2球。やば。打ちました。ライト先行、ただ上がってきますが、取ってこれで3アウトチェンジ。大江か。メイキョウ、追加点のチャンスです。ノーアウトランナー、二塁という場面で、並木。ゲーム。いけ。投げました。打った。レフトに飛んだ。ヒット。レフトバックホーム。並木、ヒットを放ちました。今日これで2打数の2安打。もう、一球外してきました。第2球、投げました。真ん中ストレート。タイミングありません。今季は3球目、投げた。これなんかショートの、ずっとファーストオープンです。取った。ジャンプしない。これでワンアウト。ランナーは一塁三塁変わりません。ステージ形態。完全に外れた。一球は。第三球を投げた。ボール。カウントはスリーボールノーストライク。やばい。4球目。さあ、これで2アウトランナー。嘘嘘、ぶな。もう負けてもいいけどさ。同点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で、やめ、やばいやばい。ここはしっかり掴みました。負けてもいいとか言ってたら本当に負ける。1塁2塁変わりません。第9球、シュートは5。どうして落ちた。オッケー。レンちゃんの評価って今更だけど大丈夫。大丈夫。今日2本のホームランを放っている。シドレミカ打ったんだ。すげえ。気迫と気迫のぶつかり合いになっています。第2球、もう超、あら、やばいやばい。取りました。これで3アウト。伊能くん、メイキョウ、サヨナラのチャンスを迎えました。何白熱した試合見せてんだよお前。お前、ちょっと俺か。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。取ってて打って終わりたいんですけど。やばっ。落ちるから空振り。終わった。2塁ランナー3塁へ。さよなら。終わった終わった。はい。行きます。はい。頼むよ。メイキョウ、先制のピンチです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面。トリスタ、第2球、2球目ストライク。投球がこれから3球。空振り三振。最
後はキレのある変化球。名教先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁へ。打ったショートバウンド、取った並木うまくさばいています。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。初球を打ったショート左横のゴロ、アウト。3アウトチェンジ。名教先制のピンチです。ノーアウトランナー2塁という場面。沖田ネクストバッタースタートの2番フランスコー決まったストライク。投球がこれから3球目。打ったショートバウンド、ボールを取った。堀口軽快な守備を見せました。ランナー1人を置いて迎えたフランスコー。初球から打った、抜けた。ヒットを放ちました。メッキョーなおもピンチが続きます。高速シュートボール、これはわずかに外れています。投球これから2球目。あんま見逃してくれない気がするな。インコース低めいっぱい、ストライク。ランボール2ストライク、追い込んでいます。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。第1球インロー際というかボール、わずかに外れました。2球打ちました。1、2塁間への当たり、あっと取れない。円卓1点先制、1対0。何これ。初球打ち1、2塁間のゴロ、パーシバルヒットを放ちました。勉強なおもピンチが続きます。内角低めに送ってストライク、まずは入れてきました。投げた、打ちました、三遊間破っていった。円卓めっちゃ打たれる。1追加、2対0。第1球ムービングファーストはストライク。第2球内角低め外れてボール、カウントワンボールワンストライク、決まってストライク。内角低めいっぱい、見逃し三振。終わってくれ、終わんない。名教追加点のピンチです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でフランスロー。うわー、第2球あーっとキャッチャー取れない。そして円卓マジか、1点入りました、3対0。いいスランスロット。3球目ストレッチ。第4球を打ちました。1、2塁決まってストライク。第2球見送ってストライク。第3球を内角低め、空振り三振。岸田全くタイミングが合いません。第1球初球を打ちました、抜けた。ボールは中継、円卓リードを4点に広げます、4対0。第1球ボール、これはわずかに外れています。第2球ボール、膝元へ。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、あーっとキャッチャー取れない。今ヒロが2アウトランナー2塁3塁に変わります。2アウトランナー2塁3塁、めっちゃ打たれてるよ、ほんと。第4球をインローでストライク、しょうがないでしょ。第5球ポッポズクポッポズク割り切って。第4球を高速スライダー、空振り三振。4お、勝ったしかも何それ、勝つんかい。経験点クソやないか。いいかしら。はい、半球。あ、やっぱ評価いってなかった。はい、まあいろいろとなんかね、言いたいことある方結構いらっしゃると思いますが、はい、すいません。これは普通に、なんだろう、低めとかつけた方が良さそうな気がする。無駄に投資、根性、なんだろう、クイックとかいいかも。こんな感じかな。十分でしょ。ということで S、 はい、
というわけでございました。まあ、普通に5球種で金縛りつけれてるので、うん。で、まあ、低めも、まあ、精密機械できたら欲しかったかなとは思いますが、うん。まあ、いいでしょう。先制ストライクとか、まあ、コントロールつけやすい特能はちょこちょこ取れてるので、まあ、こういう感じのピッチャーを何人も作っていこうという感じですね。ピッチャーが多分いないと、うん、多分点数狙えないと思うので、この5球種のピッチャーをたくさん作って、チャレンジできる回数を増やして、で、まあ、あとは、ひたすら高得点狙って頑張るみたいな感じですね。はい。というわけで、まあ、ちょっとまあ、参考になったかわかんないんですが、はい。一応こんな感じで選手を作っていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。皆さん、ピースな一日を。バイバイ。